次に小池晃君の質疑を行います小池晃君日本共産党の小池晃ですえ昨日の証人喚問で明らかになった総理夫人付けから籠池氏に送られたファックスについて聞きますで。おととし9月に総理夫人が森友学園の幼稚園の名誉校長、あ小学校の名誉校長となって講演をされた、10月に籠池氏が昭恵夫人の携帯にメッセージを残したと言います。 でそして国有地の定期借地契約を10年からもっと長くしてほしい、社会福祉法人並みの50年できないかと、総理夫人付きの谷彩子氏が財務省に問い合わせた、国有財産審理室長の田村義弘氏より回答があって、11月に谷氏から籠池氏にファックスが送られた、でこのファックスはの証人刊文の最中に、もう超特急で、 公開されたわけでありますべての面談記録は破棄したと言いながら、なぜかこれは出てきた。で午前中の質疑では、ですねこのファックスは総理夫人付きの谷紗恵子さんの責任で作成したもので、その内容には財務省は責任を持っておらず、谷さんが自分の判断で送ったもので、その後、谷さん個人が個人的に保管していた。典型的なねもう秘書が秘書がと。 責任転嫁でね、私ね、本当に一生懸命尽くした結果ね、こんなふうに言われちゃったのは、本当に私はひどいと思いますよ、率直に申し上げますか。で確認しますけれども、官房長官、このファックスは官邸では誰も決裁してないんですね菅官房長官、いたしておりません。小池晃君財務省に聞きます、まあ、大臣でも あのいいですが、国営財産審理室長の回答も、財務省としては決裁してないんですね佐川理財局長。お答え申し上げます、えー、いわゆる外部からの問い合わせの一つでございますので、決済してございません小池晃君ねそんなはずないと思うんですよ、役所がね、外に文書でなんか示すときに、手続きしないで、決裁しないで出すということは、私はありえないと思います。 官房長官はね、昨日の記者会見で、誰が問い合わせても同じように答えるとこう言われたようなんですけどね、中央官庁というのは、一般市民による問い合わせに対して、丁寧に説明するのは公務員の仕事だと、こんな模範的な姿勢で、いつでもどこでも誰に対しても文書で回答してくれると、こういういもんなんなですか菅官房長官。 あの誤解されたようでありますあのファクスというのは、夫人好きあの、財務省なくて、夫人好きの谷さん個人が作成をし、個人で所有していたものだというふうに思っています小池晃君。いや私はそのことを前提に言ったんですよ。ね。だからそういうふうにこう何でも答えるんですか、一般市民から問い合わせがあったらばね。でだって相手は 誰でも答えるというふうに昨日言ってるじゃないですか記者会見で官房長官言ってるじゃないですか。総理財務相。お答え申し上げます。あの私ども国有財産の管理処分につきましては、えー、まさに一般の方々からも随分さまざまな問い合わせがございます。それはまあ各財務局でもありますし本省でもございます。えー、そういう問い合わせには私ども職員がですね、えー、自らの知識を使って丁寧に答えさせていただいてございます。小池晃君。いや驚きですよね。これからね国民の皆さんは。 なんかね国営財産のこと決まったらね、財務省にパックスを送ってね、全部回答が来るってことですね、じゃあ、約束するんですね、すべて回答するんですね。佐川理財局長 答え申し上げますあの私ども財務省では、あのホームページを持って、各財務局も持ってございまして、それぞれの、えー、理財部門、国有部門、それぞれのページを持ってございます連絡先も書いてございますし、えー、そういう意味では各現場において、えー、いろいろな問い合わせもございます、えー、時には本省にもございます、そういう場合については、私どもとして各職員が現場で丁寧に対応しているということでございます小池晃君。 もうみんな嘘だよって言ってますよ、そんなことないですよ、絶対、ありえないですよ、しかも心理室長ですよ、それだけの人がね、こう答えてくれる、でそもそもこのね、回答の内容自体が僕は異例だと思います。50年定着っていう要望なんですよ。でね、これ、社会福祉法人への優遇っていうのは特例的なものでね、これ、学校への拡大は現在検討されておりません。ものすごく丁寧に説明してますね。でね、これね、与党の議員は分かんないかもしれません。 しかしね、野党の議員が、あるいは市民が、50年定着にしてくださいって言い出したらね、もうこれはね、剣もほろれですよ、おそらく、こんな説明するはずないんですよ。でね、ところで総理に聞きますが、総理、頭抱えてないで答えてください。総総理理はこの総理夫人付と 籠池氏との間でこうしたファックスのやり取りが行われていたことをいつ知らされたんでしょうか、先ほど官房長官は1週間前ぐらいと言ったけど、総理はいつ知らされたんですか安倍内閣総理大臣、えー、私も大体いい官房長官と同じ時期だと思います小池晃君、えー。総理はね、先ほど、あの福山議員の質問に対して、谷さんが勝手にやったわけではないだろうとおっしゃって、でも私もそうだと思いますよ、勝手にやることはないと思いますよ。 おそらく誰かに何らかの相談をして、あるいは誰かの意向を受けて、谷さんは財務省に問い合わせしたんだと思います、総理もそうお考えだということですね安倍内閣総理大臣、あのだからこそ、昭恵夫人に報告したというふうに書いてあるわけでいます小池晃君で。だからそれは事後の話でね、だからそれは相談を受けたときに、これを財務省に問い合わせるかどうか、誰にも相談しないで、谷さんはじゃあ、自分の判断で問い合わせして。 でその後で総理夫人に報告したという、そういうことなんですか私はね、やっぱりこういったことをやるのであれば、こういったことが来てますと相談する、あるいは誰かの意向を受けて動く、これが普通だと思うすいう菅官房長官。夫人付け個人に対しての手紙ですから、それに対して、電話であの相談をした、理さんの中で回答されたんだろうと思います。 小池晃君いや、じゃあ総、総理夫人には全く知らないまま動いたということですか。菅官官房長官いや、いや、ですから、最後にあの書かれてますように、えー、月でありますから、当然夫人にもご報告するというされたてなろうというふうに思います小池晃君。それ、事後の話でね、今、気の利いた役人だったらそういうことすると。公務だからですよ。 任務だからですよだからちゃんとやってるわけですよ。えっ、ー、とね、私、本当にこれね、無理のある話だなと、私もいろんなこと質問しますけど、こんな無理のある説明をね、政府がするってことはめったにないと言わざるを得ないと思います。バカで,すで、馬、ま、鹿、あ、にしてるんじゃないですよ、谷さんがね、本当に私はね、かわいそうだと思うんですよ、こんなふうに言われてね。で、まあの、お 昭恵夫人はですね、昭恵夫人は、フェイスブックで籠池氏からメッセージを受け取ったということは認めておられるんですね、ね受け取っていると、メッセージ、短いメッセージを受け取っていると、いうことを言ってるんです、でこの受け取ったメッセージっていうのはどういうものだったんですか、それは総理把握してるんですか、それとも官房長官把握してるんですか、どういうものだったんですか安倍内閣総理大臣。あのこれは、えー、籠池氏がですね、えー 定期借地契約について、何らか私の携帯電話、携帯の、え携帯電話を頂き、留守電だったのでメッセージを残したとのお話があったわけでありますが、加工池さんから何度か短いメッセージを頂い,いた記憶があるということでありますが、あの土地の契約に関して、10年かどうかといった具体的な内容については、全く聞いていないということであります。 小池晃君あの、ね、あの10年かどうかという具体的なことがどうのこうのと私、聞いてるんじゃないんですね、今おっしゃったけれども、今ちょっとあのにわかにおっちゃったんですけど、定期借地契約についていろんな話があった、そういうメッセージが入ってたということですか、あの具体的なことが書いてあったかどうかって聞いていませんよ今申し上げたとおりでございますが、えー、まずですね、籠、えー、池さんからあ定期借地契約について何なんらか私の携帯電話へ、 携帯へ電話をいただき、留守電だったのでメッセージを残したとのお話があったというのはあの、昨日の委員会でのやり取りを紹介したものであります、それに対しまして、えー、妻はですね、加、えー、池さんから何度か短いメッセージをいただいた記憶はあるということでありますが、土地の契約に関して10年がどうかといった具体的な内容 どうかといったですね。まあ、具体的な内容については全くお聞きしていませんということでございます。小池晃君、いやだから私がさっきから何度も聞いているようにね、その十年かどうかという具体的なメッセージがないというのはそれをそういうふうにフェイスブックに書かれているか私も分かっているんですよ。じゃあどういうメッセージだったんですか。こんにちはって話じゃないでしょう。う <laughs> 何らかのそこにね、うん、意思が示らされてなきゃメッセージになりませんからね。どういうメッセージだったのかご覧になったんですか。 それれどうう把握されているんですかということこ安倍内閣総理大臣。あのえー、ご覧になったといってもです、ね、私、見ようがまずこれ、メ,メッセージがです、ね、もう残っておりませんから、ご覧になりようが、あえー、だからメッセージは留守電ですから、これはあのあの、メールではあございません。えー、ですからあの、私、見ようがあないわけでありまして。 これはですね、いわば留守電に残っていたということでありまして、妻の印象としては、ですね、えーあのえー、お話をしたいことがあるので、電話をくださいということだったという、まあ、記憶でありまして、私もそうでありますが、数年前のですね留守電についてどうだったかということは、それはこれ、申し上げることはできないわけでありまして、しかし、それに対してはですね、それに対して、あのえー、妻の方からはですね、 妻の方からはです、ねえー、加護池さんにいわばあ、えー、お電話は、その段階ではしていないわけであります、まあ、していないから結果としてです、ねえー、夫人好きに手紙が来たとで、えー、加護池さんのほうは、それをき、ねえー、昨日の証言では最初されなかったわけであります、そこのところは飛ばされてです、ねえー、妻にメッセージを残して、えーまあ、妻あの、夫人好きからです、ね、この来たと。 ということにえを承認されているわけでありますが、まあ、そこで、えー、こちらの方からですね、こちらの方からです、ねえーまあ、手紙が来たということを、まあ、ご紹介をさせて、えー、ご紹介をしたところではないかと,と、こう思っているところでございます小池晃君。いや、別に矛盾ないと思いますね、昨日のあの証言とね。で、やっぱりね、だからね、正しさを証明するためには、籠池氏は証人として、罪が問われる証人として来たんだから。 やっぱり安倍昭恵さんにもね、同じステージでやっていただかないと、これはいけないんですよ、これはね、当然これ、解明のためにはそれが必要だというふうに思います。民間人は慎重でなきゃいけないって、一番最初に民間人呼んでるんですよ、おかしいじゃないですか、やっぱり一番こうやり方が全くおかしいというふうに言わざるちょっと静かに、あの静かにしてください総理夫人付けの谷彩子さんというのは、これは政治家の秘書ではないですよね、官僚ですよ。 でおそらくね、一生懸命首相、あの夫人に尽くしておられたんだと私、は思うんですね。でね、官僚がね、上司の指示なくして動くはずがないんですよ。これね、政府はね、しかしこれは本人の判断でやったんだというふうにずっと言うわけですね。で逆に言うとですよ、逆に言うと、総理夫人付けのスタッフが、総理夫人の指示もないのに、一民間人からの要望に対して、 財務省に問いい合わせを行ったととうことになるんですねそれから財務省の室長は、総理夫人の指示でもないのに、一民間人からの要望に対して、これは丁寧な問い合わせに対して、丁寧な文書で回答をよこしたということなんで、ね、総理が知らないところで、総理夫人の指示もなしに、総理夫人づくり、どこに問題あるか、いや、驚きですね。私ね、これはすごい問題だと思いますよ。だって、総理夫人の指示もないのに、 総理夫人付けの担当者が勝手にそんなことやってるってことなんですか、でそんなこと絶対ないと思いますよ、もしもそうなら、もしもね、総理夫人の意向も確認せずに、指示も受けずに、そんなことやっておられたんだとすれば、それはそれで大きな問題なんじゃないですか。どどななたたにに聞いて菅官官房長官 谷口夫人好きは、電話で問い合わせをして、電話で答えをいただいて、それで自らあら文書で書かれたと、こういういいに思っています安倍内閣総理大臣あのいやそれとです、ね、あのまあ承認喚問についてお話がございましたが。 今まで証人喚問に出られた方はですね。事実上まあ、え、警備刑事罰がかかるかもしれないという疑いの中においてですね。皆さん出られているわけで、えー、あります。多くの方々はそうであります。ですからそ,その中においてですね、えー、籠池籠池氏もですね、えー、補助金、えー、あまりこの議論されておりませんが、補助金についてのですね、えー、不正の受注があったのではないかということで、えー、もうありですね。で、昨日はえ刑事卒追を受ける。 可能性がああるのででそれはれは答えらなかったわけであります刑事卒業で、今までですね、承認喚問に出られた方はそうであって、私の今、妻、すみません、ちょっとあ、のあの野党人少し私がしゃべってる間はよろしいでしょうか、よろしいでしょうか、今,今までの経緯については、私、お話をさせていただいているわけでありまして。 でなければ、ですねそうすると名前を出された人たち、自分は違うという人たち、私の妻以外にもたくさんおられるわけでありますが、そうしたらその人たちは全員、これは承認喚問をするのかという話でございまして、つまり、かつ、ですね妻が行った行為について、ですね例えばこの100万円の寄付等々についても、これはそもそもですね、この えー、寄付をしていたということ、を寄付はしておりませんが、しかし、う寄付をしていてもそれは犯罪では全くないわけでご、えー、ざいまして、えー、それについてですね、えー、証人喚問というのは、でえー、そもそもですねこの問題というのは、今、小池さんは全然議論しておられませんが、土地の取引にですね政治的な介入があったかどうか、不正な値下げがあったかどうかということについて関わっていたかどうかということについての議論ではなかったのかなと、そのことに関わりなくですね、 証人喚問というのは、私はそれはおかしいのではないかと思います小池晃君あのね、これはね、土地取引に関わる重大な問題なんですよ、だから聞いてるんです、そして、総理はね、静かにしてください、あのね、証人喚問というのは、刑事罰が問われるような人がやるんだと、そういうことを総理が言っちゃいけないでしょうが、これ、重大な問題ですよ、これは、そんなことを口にしたこと自体はね、非常に重大だと私は思う。しかも 私はね、私は総理、あるいは総理夫人に刑事的な責任があるなんて一言も言ってない、問われているのは刑事的な責任ではない、総理が言ったことなんですよ、総理が2月17日の衆議院予算委員会で何と言ったのか、私も妻も一切この認可にもあるいは国有地再来詐欺にも関係がないと、私や妻が関係していたとすれば、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員も辞めるとおっしゃったじゃないですか、それだけの重大問題だから、 真相を解明する必要があるんであって、刑事責任がうんぬんということで、証人喚問すると言ってるんじゃないんですよ。で、その一方は、証人喚問で刑事罰取られる場で証言したんだ。だったらば、もう一方の当事者を呼んで、同じ条件で話してもらわなければ、これは真相の解明できないではないかということを申し上げている。全くめちゃくちゃな話だと私は言わなければいけないというふうに思うんですね。でね、まあ、今の答えに答えてない、全く。 私の今の質問に絶対答えてないと思うんですね。要は、要はね、総理も、総理夫人も知らないところで、勝手に担当者がこう問い合わせをするということをやってていいんですかと、ね、そういうふうになるとですよ、もう要するにその、まあ、総理夫人の了解もなく、そういったことをやってると、一方でね、受け取る側どうでしょうか、私だったらば、総理夫人付けの担当者の人から、財務省に問い合わせがあったと。 それはねやっぱり総理夫人の意向がそこにはあるんではないだろうか、あるいはもしかしたら総理の意向もそこにはあるんではないだろうか、そういうことをやっぱり考えるでしょう、当然で。ところが、そうしたことが総理夫人の了解もなく行われてるということになるわけですよ、今の説明だと。だって全然、総理夫人の意向と関係なく、総理づけの方はやったというわけでしょ、しかし、受け取った側はそういう意向が反映されているんじゃないかと思って対応した。 これ大問題な,いなんですかこれね、これが私はね適正な行政の在り方だと総理おっしゃいますか、これ適正な在り方なんですか、そんなことが日常的にやられるんですか、総理づけの担当者によって安倍内閣総理大臣。まあ、今、小池委員はです、ねえー、延々とこの演説と質問しておられたんですがねあの。そこでですね、先ほどぐらい申し上げておりますように、 えー、まあ、今回の婦人きからの fax は fax で,ではですね。籠池氏側の要望に沿うことはできないと、きっぱりとお断りをしたと承知をしております。えー、ゼロ回答であり、えー、忖度してむしろゼロ回答でありですね。忖度していないことは明らかであろうと、えー、思います。また、回答内容についてはですね、えー、国有財産に関する問い合わせに対する一般的な内容であり、仮に。 籠か氏籠市側から財務省に対して直接問い合わせがあったとしても、同様に答える内容であると承知をしております。まあ、したがって、今回の婦人好きが財務省に問い合わせた行為や、ファックスで回答した行為が国有地への払い下げに、私のお妻が関与したことには全くならないと、このように考えています小池晃君いや、まあやっぱりね、これ、無理あると思いますよ、やっぱりつ最初がね、出発点が、出発点が真実じゃないから。 もうね、つじつまが合わなくなるんですよ、これ、やればやるほどね、私はそういう典型的なケースだと思う、しかも、ちょっと、理事、黙っててくれるあのしかもね、ゼロ回答、ゼロ回答って言うけど、これ、ゼロ回答じゃないですよ。だって来年度予算でちゃんとね、手当てするなんてことが書いてあるわけですよ、次の年度のね。でね、同時に、同時にね、同時にこれはね、たとえその瞬間の行政の方針が、まあ、変わってなかったとしてもですよ。 総理夫人付の担当官がこういうことをやったことによって、その行政の将来の方向に影響を与えるということだとあり得るんじゃないですか、否定できますか、そういったことは絶対ないと言い切れますか。安倍内閣総理大臣あのこのま、まずですね、まず予算については理財局長で答,答え申し上げます。 まず予算につきましては、えー、ここに書いておりますように、えー、27年度の予算措置の話と28年度の予算措置がございますが、えー、この有益費の話につきましては、えー、貸付契約そのものがです、ね、平成27年4月に新年度が始まるんですけれども、この貸付契約27年5月に締結されてございます、でそれからその年の7月から12月まで工事をやって、 そういう状況の中でいうと、やっぱりその特会で27年度に支払いを行うことが難しくですね、そういう意味で28年度に支払うことを検討しているということを述べたのが、この括弧こ4でございます、それからあのもう一点、先ほどの50年定借の話でございますけれども、これは実はですね、この頃ですね、1億総活躍社会の実現に向けて、 介護離職ゼロに直結するということの施策をしてまして、それはもう安倍総理の下でそういう施策をやってる中で、報道がいっぱい出てるんです、そういう報道の中があって、そういうお問い合わせがあったということでございます安倍内閣総理大臣。あの今お答えをさせていただいたように、ですねえ4番につきましてはまさにえこの事実関係を淡々と述べたということでありまして、これは例えば、 あー籠池さん側がです、ね、聞いても同じことを答えるというままだろうと思います。で、あ,のあとの3点については、あできないという、まあ、きっぱいとお断りをしているわけでございまして、そこでですね、では、夫人付けからあ何かこの1回こういう問い合わせがあったらですね、えー、この学校に関わることについて、常に忖度されるのかということでございますが、それはですね、忖度してある、忖度をしているんであればですね、忖度しているんであれば、 このゼロ回答にはそもそもならないだろうと、こう思うわけでございます、そして忖度をするので、忖度をするので、忖度をするのであればです、ね、例えば私の地元のです、ね、陳情、これすべて通りますよ、またあるいは私の妻がですね、私の妻がこの、 様々さまざまな私の地元の関係の施設等の後援、ね、会長等をやっている、養護施設も含めてやっているところがあります、そういうところの要望が、では通っているかといえば、これ、そうではないわけでありますし、ですから、それはです、ね、そんなそん忖度はなされない、これはあの行政のですね、行政の信頼に関わることでありますから、申し上げておきたいと思いますが、そういう忖度はなされないと、このように私は確信をしております小池晃君。 あのね本当にね実態と全く合わない話なんですよ、だってね、国有地をね活用するってね、私も国会で何度もね、質問してきたね財務大臣ね、もう財務省はね、国有地っていうのは、側近払いが原則ですってずっと言ってきたんですよ、それでね、こんなね、定着だって例外的な扱いなんですよ、でそういったことやってきたのがね、これ、だって、この今の状態、このファックス出た時の段階だって、かなり破格の対応してるんだから、ここで言ってるような50年なんてね。 それはゼロ回答になるでしょそこはどう考えたってでもこれだけね、丁寧なね説明をし、しかも予算は翌年4月6日にポンと出るわけですよその。こんなことはね、普通はないですよ、次の予算でちゃんと手当てしますなんてね、そんなことは普通は言わない、言わないです。で、私がなぜこんなことを言うかというと、これで終わったわけじゃないじゃないですか。この話はね、一昨年11月の FAX で終わったんじゃないんですよ。 このとき、総理大臣付きの方から問い合わせを受けた国有財産審理室長の田村義博氏は、その後、もう一回このストーリーの中出てくるわけですね。で昨年3月11日、3月11日に小学校建設現場の食域現場でゴミが発見されたときに、15日に籠池氏が、3月15日に籠池氏が本省で面会したのが、国有財産審理室長の田村義博氏なんですよ。もう一回出てくるわけですよ。 そして籠池氏によれば、その後、髪風が吹いて急にスピードが上がった、これ確かにスピードが上がったのは、もう客観的に誰が見てもそうですね。で、このファックスによると、あのゼロ回答じゃないと思いますよ、だってこういうふうに言ってる、現状ではご希望に沿うことはできないようでございますが、引き続き当法としても見守ってまいりたいと言ってるわけですよ、こういうね、断りじゃない、こういうことを言って、それで、それでその後 思うような結果が出たわけじゃないですか結果として笑ってる場合じゃないでしょ総理このねこの党法というのはこれは谷さん個人ですか誰に菅官房長官それは当然谷さんだと思う小池晃君ちょっとねどう考えたってね谷さんが見守ってるんですか これはね、誰が聞いたってね、おかしいですよ、やっぱりこの話は、どう考えてもね、誰も納得できない話だと言わなきゃいけない。で、籠池さんは、昨日ゴミが出てからスピード感速くなったと、髪風吹いたと、大きな力働いた現実にもそういう力が、そういう動きになったわけでね、私はね、やっぱりね、これはどう考えても納得にいく経過じゃない、で説明、説得力ゼロだというふうに思います。やっぱりこれはね、徹底的に解明する必要があると。 ちょっと一つ聞きたいんですけど解明の努力についてですが、私はあの3月1日の党委員会で、政治家の関与について聞きました、ある自民党議員事務所の記録、これであの質問した際に総理は、その事務所の名前も出さずに調べようがないとおっしゃった、でその日の夜に河野池義貞議員が、籠池氏から働きかけを受けたことを認めて、私は翌日の委員会で、これは河野池義貞事務所の記録だとお示しをした。 で総理は最初に私が聞いたとき、事務所の名前も出さずに調べようがないと言ってたんですねで。事務所の名前分かったんですから、当然河野毅議員には総理はこの問題を正されましたよね。安倍内閣総理大臣、あの、えー、このまあこちらがら調べる前にですね、あの河野毅議員があのお記者会見をされているわけでございます。小池晃君、いやいや記者会見聞いてそれで終わりですか。 だったら本人に経過はどうだったんですかというふうに聞,き聞くべきじゃないですか、だって私が聞いたときは、誰か分かんないから調べようがないって、誰か分かったんだから、ちゃんと御党の議員さんなんですから、直接聞いたらいいじゃないですか、なんでやらないんですか。佐川理財局長あのなしし答え申し上げまます、あのー、今委員がご指摘になりました その河野池事務所の作成される資料の中の記述に関する事実関係につきましては、私ども、参議院の財政金融委員長の方からご指示をいただいておりまして、そこの点につきまして、私どもが近畿財務局の担当に、聴取をしまして、報告するように今、指示を受けているところでございます小池晃君。あののねもうあの佐川さん

小池晃君じゃあ答弁禁止は撤回します、答弁求めません、だって答弁求めるのはこちらの権利ですから、ねで答弁求めませんのであの、総理ね、私は総理の答弁について言ってるんですよ、総理はその誰か分かんなければ調べようがないと言ったんだから、総理は調べたんですかとおっしゃってる、る内閣総理大臣あのお。まず第一にですね、す、ま、で、あ、にご本人が記者会見で述べておられます、そしてそのまた内容についてはです、ねえー、財務大臣から本人にも聞いているところでございます。 小池晃君財務大臣本人からに何を聞いたんですか、麻生財務大臣。この内容が事実かどうかだけ確認しただけ小池晃君。その結果はどうだったんでしょうか、麻生財務大臣。あなたが読まれたとおりだと記憶します。<ー>小池晃君おじゃああ全部事実だとということを認めたわけでありますが ええこれは大きいですね、だって財務省は記録が残ってないということを全部認めたということになるわけですからね、これは大きいというふうに思います。ただ、総理は直接、真相解明の努力を、これ、私はやってないというふうにね思いますよ。でね、やっぱりね、これではだめだ、安倍昭恵さん、それから土地取引に当たった酒井康夫弁護士、松一郎大阪府知事などを承認喚問するということを改めて求めたいと思います五国理事会で協議いたします。小池晃君 えー、未利用国有地等の管理処分方針についてということについて、まあ、聞きたいと思うんですが、あの国有地の購入、賠借,借の要請があった場合に、各財務局は資金計画を審査するわけですね、資金計画の確実性、でこの審査を経て、財務局は国有地処分の是非を審議会にかけるわけです。では資金計画の確実性っていうのは、この審査にとって非常に重要な要素だと思います。 そこで、ね、私、昨日からの議論でちょっと気になっているのは、西田自民党、西田議員がです、ね、今回の問題の本質は森友学園の財務状況が悪かったことなんだと、で今日もこれほど財務が良くないものをなんで認可したのかという質問をしてるんですねで。私は問題の本質は違うと思いますよ、政治家の関わりだと思いますが、西田氏が言うように、森友の財務状況悪かったことも確かです。 で例えば森友学園が新設する小学校の収支計画、借入金返済概要の借入返済計画によりますと、2014年度末の同学園の資金は約 2, 千2億2400万で、学校建設に使う第2号基本金も積み立てていない、で学校建設は寄付金に頼る状況でしたで、同年度は同学園が運営,をす,運営する幼稚園も約1500万円の赤字なんですねで。これは当時の近畿財務局長に聞いた方がいいのかもしれませんが、 これ資金の確保は確実な状況ではなかったと思いますが、なぜ当時、近畿財務局は審査を通したんでしょうか竹内前近畿財務局長。お答えいたします。今あの、ご紹介の件につきましては、私が近畿財務局,局長に着任する前のことでございますので、私は詳細を知りかねます小池晃君。 なんいろいろとさっき、これ、私はね、ちょっとやっぱり、あの当時、近畿財務局が認可したっていうのは、これ、大きな問題があると思うんですね。これ、近畿財務局から審査を委ねられた国有財産近,近畿地方審議会で、ここでは、ですね基本財産小さくて寄付金で建物を作る、十数億円かかる、継続できるのかということで、財務状況に批判が出てます。財務局側も大阪府と協調して、森友学園の経営状況を見ていく必要があると。 いいうふうふに言っています財務面の不安、認めてたわけですよ。で、総理に私、聞くんですけど、これは西田議員もです、ね、本質は財務状況の悪さだと指摘するほどのこう森友学園に対して、国有財産の売却を決めるということになったわけですね。で、今から見れば、総理ね、この決定には問題があったということをお認めになりますか。財務近畿財務局が国有財産の売却を決めるという決定には問題があったということをお認めになりますか。 ああそうだ。佐川理財局長、いやいや売却の問題だもん。この中のお答え申し上げます、えー。本件につきましては、森友学園から国有地の取得要望が出て。 その時点で可燃度分の決算書類、あるいは収支計画書等の資料の提出を受け、27年1月の時点で、またその時点での決算書類等の提出を受けてございまして、そういうものを近畿財務局において事務的に審査を行い、27年2月の地方審議会にふ議ぎし、その場で皆様のご議論をいただき、私学審の条件をつきろ、条件として了承いただいたところでございます小池晃君私はそんなこと聞いてないんです。あのね、自民党の議員が 財務状況が悪かったと、認可するのがおかしかったと、今日も言ってるんですよ、でね、それは大阪府が認可したってことを言ってるのかもしれないけど、それは財務状況が悪いってことでしょ、その財務状況が悪い森友学園に国有地を売却した当時の決定は、私はあの、ね、今から見れば総、総理ね、今から見れば、この国有財産、だって国有財産を売却するということが、学校認可の、ね、一つのきっかけになったわけじゃないですか。ね だからこのやっぱり財務省としての決定、近畿財務局としてのこ決定したことに対に、問題があったと、ねえ、西田さんだっておかしいと言ってるんですよ、問題があったというぐらい認めていただきたい。総理、答弁されますか、安倍内閣総理大臣。あの土地の売却についてはです、ね、まあ、その判断については、私は判断、材料を持っておりませんから、判断のしようがないわけであります。 ですからまあどういう経緯であるということも私もつまびらかに知らないわけでありますからそれはまさにえただいまですねただいま佐川ちょっと聞いていただけますかああのただいま佐川財務局長から答弁をさせていただいた通りでありますあいえすいません理財局長から答弁させていただいた通りであります小池晃君いや佐川さんがおっしゃったのはそれはねあのお役人ですから当時の決定が間違っていましたってね口が裂けたって言えないですよ私が言っているのは政治家としてねだって自民党の西田議員が 財務状況が悪いのが最大の本質なんだというぐらいに言ってる問題ですよ。学校法人の認可それのきっかけになったのは、国有財産を売ったのだって、そのとき財務状況悪い、それで国有財産を売却することについては、資金計画の、ね、安定性ということが条件になってたわけですよ。今にして思えば、ね、これは間違ってたっていう、そういう政治家としての、ね、発言もできないんですか、これも全部良かった、正しかったと。安倍内閣総理大臣 お小池先生ちょっと認識が逆だと思いますが、まず学校の認可があってですね、認可があってから売買ということですね、逆ではなくて、すみません、逆、いわば売買があって認可ではなくて、認可があって売買だということでございました、この経緯についてもし必要があれば、佐川局長からお答えさせたいと思います。 小池君鶏と卵って話になってるわけでしょ、でね、そういう問題まで、そういう問題までね、間違いを認めないっていうのはね、やっぱりどう考えたっておかしいと、本当に無責任だということを申し上げて、えー、辰巳太郎議員に変わります関連質疑を許します。辰巳